はい、今回の動画は自分の欠点を探してみようという動画です。自分の欠点ってね、探すの難しかったりするじゃないですか。ちょっと水っちゅうだったんですけど、難しかったりするんですけども、まあ、参考までになんですけど、こう、見つけ方の方法の一つとして、ちょっと全然回ってないんですよ。一つとしてなんですが、自分の嫌いな人、自分が好きじゃないなって思う人にヒントがあるとか。まあ、僕は例えば、ツイッターとかでもうこいつ好きじゃないみたいな、ちょっとね、最近つぶやいたんですけども、そういう人たちに、その自分の中の欠点が反映されてる。例えばこう、この人は偉そうだとか、鼻につくだとか、そのある、口が悪いとか、そういうのあるじゃないですか。それって、実は自分の欠点だったりするんです。で、俺も結構偉そうだったり、口は悪かったりとか、まあ、もしかしたら鼻につくみたいなって。そこが自分の欠点。実は。もう別に分からなくはないけど、分からなくはないけど、欠点として、もしね、自分が成長したいとか、そういったものがあったとしたときに、見直す余地があるのかなと思います。同族嫌悪とか言うじゃないですか。自分と同じような人をこう、嫌悪するみたいな。まあ、そういうのもあったりとか。別になんか全然なんか変な意図ではないですけども、もしね、自分の欠点、成長したいと思ってる人、自分の欠点って何だろうって思った時に、自分が好きじゃない人、自分が嫌いだなと思う人っていうのは、実は自分の中にある隠れた欠点がその人に投影されてるっていうこともあったりするのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。お前ら愛してるぜ。